ライオンズにはチャップマンです。コービーパルスがバックダウン、バックダウンからこの運動量です。という RT リチバ、鎌田のドライブ、これで同点です。コービーパルスからイヴァン・ラベネル、杉本、コービーパルス3ポイント。そして先ほど杉本がゴール下狙っていこうというところ、ルーズボールをコービーパルスが見事に沈めてジャンパーを選択。コービーパルスがリバウンド、そしてそのままバックザビハインドを決めていく。ウイングからの3、コービーパルスがリバウンド、そのまま持ち込んでいく。コースとコースと、なんだこの男は。ショートリバウンド、再びコービーパラススティールになった。杉本のスティール、そしてコービーパラススリーポイント、今日2本目の。そしてコービーパラス、コービーパラス対松山になっている。これはエンドワン、なんというショット、すごいショットが決まりました。ちょっと見てみましょう。これ体を当てられながらほぼほぼ真上決まっています。パスにした、今度はアルティーリ決めました。コービーパラス、川島が入っています。川島パラスブロック、パラスの壁は打ち抜けませんでした。川島で、さらにそのパラスが返していきます。返してラベネル、ラベネルと川島ブロック、後ろからアシュリー通して決めました。最後はコービーパラスです。クォーター、ライオンズ奪った。クォーターにファウルがありました。これで西宮のチームファウルがインサイドへ、外に振ってパラス、もう一度インサイド、これ大崎線を確かめ、スリーポイントシュート。大崎先ほどスリーを決めていますが、ここはアシュリーに送って外に振ってパラスのスリーポイントシュート、軽やかに決めます。相原が狙う、そこを剥がして、もう一度大崎ボールキープ。パラスが2本目を狙った、2本連続沈めました。ここはしっかりとボールをつなげて、さあダブルチームを剥がして左ウイング、パラスの3本目。サルティリはコーナーからすぐさまパラスが狙っている。このクォーター2本目、今日通算4本、さあ今日も4本スリーを決めているパラス。ここはインサイド、うまく手を持ち替えてシュートを決めました。インサイド入っていく、それを見ながら一旦アシュリーに預ける。アシュリーが外して外コーナーから打っていったパラス、決まる。トラッツーベオライオンズ、外からコービーパラス来た、スリーポイント。アルティリチバ、杉本がボールを運んで、これはいいパスが通りました。コービーパラス、小林から大崎、中外と言ってコービーパラス、中外、トシノ、おっとここは長い腕、アンデリュー・フィッツジェラルドにファール。アンスポーツマンライクファールではありません。ポジションになるライアン・クリーナー、ここは一気にダンクを狙っていったんです。ここはコービーパラス下がりながらのシュート決まりました。タイムアウト、今日両チーム通じて初のターンオーバーということになりました。そしてコービーパラスブロックからのファストブレイクということになりました。コービーパラス、パラスが攻めてレイアップ決まりました。得点と2桁にも乗せてきました。コービーパラスドライブからダンクを決めた。藤本からパラス、パラスから中に入って残り5秒、コービーパラス3ポイントきました。 4.9 秒です。ここでパラスに入れる、間を割っていく、レイアップまで行く、最後はカウントの判定。この最後のプレーの判定が下されてからインターバルに入りますが、あ、やはりこれ見るか、コービーパラススクリーンを使わない、スリーポイント決めました。そしてパラスが走っている、パラスが走っていて渡して、アシュリー
この前に止めてスティールから、あ、最後パラスノールックでしたね。アシュリーのその中でギャップを使ってコービーパラスの3。うまく今のは相原のファールでした。ご覧のプレーでした。今日はさすがにここは香川一人一人にしっかりとマークしている。コービーパラスが3を狙った。しっかりとこのリードを保っています。ご覧いただいてますのはこのオフィシャルタイムアウトに移る前のコービーパラスのスリーポジション。ウィジがボールを持ってバーグのキックを使いながらゴール下の田坂へ、パラスのブロックショット。しっかりとここは激しいディフェンス。こちらはパラスのブロックショット。田坂は依然出続けています。コービーパラススリーポイントシュート。田坂に当ててボールを持つのはコービーパラス。2本続けてスリーを決めていますが3本目が来たぞ。この第4クォーター大暴れ、コービーパラスオンファイヤーです。その一つ要因に挙げられるのはフィールドゴール成功率です。1456本のアテンプトはリーグで11番目に少ない数字。しかし成功数723本はリーグと。しっかりボールをつなげてパラスの3。このクォーター4本目開け、アタックでいきます。コービーパラス、バスケットカウント。リースバーグのファールということに。レオライオンズからコービーパラスです。さあコービーパラス積極的に狙ってきました。決めています。これで10点差で、今はブラントがベンチにいる香川のメンバーです。ただここまで、おっと中空きました。ディフェンスのようです。アルティーリーヘソンブロックしました。コービーパラスいいピックがかかりました。そしてコービーパラスの3決めた。3よりも3のアテンプトが多くなっている印象のアルティーリ千葉です。おーコービーパラス超えたプレータイムになりました。草岡ルーズベルト、アダムスブロックしました。さあこれはプレー続きます。草岡から速い展開、ヘソンから戻すがブロックだ。今日1つ目のブロックです。林がコートに戻ります。パラスのブロック大迫力。そのコービーパラスがルーズボールになりましたがブロックか。コービーパラス、さあリバウンド、ウエラ強くプッシュする。コービーパラスのスティール、プレッシャーをかけますが長い距離のパスを通してブラント、コービーパラス、パラスです。パラス、パラス、アタックでいきました。前からプレッシャーをかける、そしてスティールだ。コービーパラス、香川タイムアウトです。後半です。2人で前からプレッシャーをかけましてバーグに入る前でコービーパラス右のコーナー、コービーパラス決めた。これを今日試合前からたくさん練習しています。岡田は今日3、3本。コービーパラス2本目来ました。コービーパラス、パラスの3、3本目決めてきました。飯田のドライブブロッカー、相手にシュートを打たせず、おコービーパラス戻ってきた。大の字になりますがこれナイスディフェンスです。